こんばんは。7月20日、しゃべくり松代第247回です。梅雨が明けまして、松代町も今日はとても暑い日になりました。きっと36度以上の最高気温を、記録したのではないかと思われるほど、とても暑い一日でした。さて、今日のゲストは長野市の地域おこし協力隊松代担当の牧野真由美さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはじめに自己紹介をお願いいたします。はい、愛知県出身の牧野真由美と申します。27歳です。よろしくお願いいたします。はい、愛知県、長野県の南の方からするとお隣の県ですけれども、長野からするとちょっとやはり遠いんですよね。今までは長野市、松代とか来たことあったんですか？実は松代は初めてですね。初めて。あ、そうですか。はい、長野市は善光寺さんとか行ったことあるんですけど。そうでしたか。今回の地域おこし協力隊ということについて少し教えていただきたいんですけれども、これは長野市の取り組みなんですね。はい、長野市が、去年から、取り組んでいる、活動で、今回が2年目になります。はい。で、その地域おこし協力隊というのは、その都市の地域から、中山間地域の方に、移住をして、そこでの協力活動などを行いながら、3年後定着を図る取り組みですね。はい。そうしますと、牧野さんは、愛知県ご出身なんだけれども、長野市、今で言えば松代なんですけれど、そこへ3年後も定着するつもりで今回来てくださったってことでよろしいんですかね？はい、そのつもりです。とっても嬉しいですね。それで今回の地域おこし協力隊長野市 の取り組みだそうですけれども、市全体では何名ぐらい？市全体では、今期が10名ぐらいなので、はい、前回の去年のも合わせると20人ぐらいに、はい、そうなんですね。かなり多い方です。中山間地でじゃあでも活動していただいてるってことですね。はい、いろんなところの地域に派遣というかされて、はいはい、そうすると大岡とか、はい、ね、井森とか、はい、そうなんですね。松代も、その松代の中でも中山間地ということなんですかね。はい、はい、一応豊坂と西条が担当というふうになっています。はい、そうですか。今回その松代を選んだくださった理由はどういうことだったんでしょうか？はい、正直申しますと、実は松代は、はい、第二希望だったんですけども、はい、そうですね、第一希望は実は違うところでして、ただ第二希望のこの松代の面接の方が早かったんですね。はい、なので初めにこちらの方に来させていただいて、いろんな方からお話を伺って、フィールドもいろいろ見せていただいたんですけども、その時にすごいいいところだなって本当に思ったので、第一希望の面接しないというふうに決めまして、こちらでお願いを、はい、させていただきます。それはとても嬉しいですね。どんなところが気に入っていただいたんでしょうか？はい、ですね、やっぱり歴史がすごく深いっていうところもあって、はい、興味があったので、いろいろ勉強したいなって思ったのもありますし、やっぱり自然豊かなところで、ただ本当に豊かっていうだけではなくて、というかもう一つの中山間地域の方だとすごいちょっと標高が高いところだったので、農業やるにもちょっと偏りがあるかなと思ったんですが、松代ですと本当に果樹、お米、野菜全部できそうだなっていうところにも魅力を感じまして、やっぱりあとは何より人ですね。そうです。はい、いろいろお話をした時に人がすごく、自分たちがこの松代にいることにすごく誇りを持っているなっていうのが感じ取れて、それがすごく印象的で良かったなと思ったので、はい、とっても嬉しい言葉ですね。それで今松代で、大体どんなことから始めてるんでしょうか？はい、今はですね、豊坂の野菜生産組合というところで、はい、農業のお手伝いをさせていただいております。はい、そうすると中山間地どちらかというとやっぱり農業を中心にした地域おこしということですね。はい、松代はそういうふうになってますけども、ね、他のところは違うところもありますね。そうなんですか。じゃあちょっとね、はい、
見かけといいますか、それとあの、はい、農業っていうのがねちょっと結びつかないなっていうところがあるんですが、はい、農業にねあのちょっと取り組もうと思った経過みたいなものをお話ししていただいていいですか。はい、あの全然似合わないというのはよく言われるんですけども、はい、あの実はもともとは大学は国際関係だったんですが、その時に環境系のサークルに入って環境活動に興味を持ったんですね、うん、そこからあの、まあ、大学院で環境教育を学んでおりまして、その時に研修でさまざまなところにあの邪魔させていただいたんですけども、あのその時に本当にあの農家さんと関わりがすごくあって、農業というものに興味があったので、うん、あの自分で畑を借りて、野菜を育ててみたりだとか、あとは田んぼの管理人っていうのがあったんですけど、そういうのをやってみたら本当にハマってしまって、農業をやりたいなとすごい思うようになりました、うん、じゃあもうすでに農業をやっていたという経験やった経験があるということですね。そうですね、まあ、あの簡単に言ったんですけど、主に田んぼでしたね。あ、そうですか。でも田んぼが好きなんですか。はい、田んぼが一番大好きで、田んぼに来るあの生き物たちが大好きです。そうですか、生き物っていうと、はい、あのトンボとカエルが一番好きで、トンボとカエルね、はい、あ、そうですか。で、田んぼっていうとあれですよね、稲、あの、はい、じゃあお米が好きですか、ご飯が好きですか。ご飯が大好きですね。大好きですか。そうですか。本当に、ね、はい、日本食の、ね、和食の一番、はい、あのお米が美味しいっていうのが一番いいですもんね、はい、で、じゃあ現在は、まあ、今の農業法人さんのことなところなので、多分ご自分 の、 あの、うん、思うものを作るというわけにはいかないかもしれないんですけれども、何か今後これからあのその農業関係だけじゃなくていいんですが、松代でこんな取り組みをしたいみたいなことはありますか。はい、とりあえずやっぱり自分の畑と田んぼが欲しいということで、はい、それで、自分で、まあ、作ってみたいっていうのはもちろんあります。あとはあの果樹をやったことがないので、うん、あのブドウだったりリンゴだったりも、はい、あの学ばせていただけたらなと思ってます。他にあの興味があることとして、うん、前職でも少しかじってたんですけれども、養蜂に興味があるので、あの西条にある与田さんのところでちょっと勉強させていただきたいなと思っています。そうですか。養蜂業というのはそう簡単にはできないと思うんですけどね、あのミツバチ相当こう、ね、運ばれて与田さんのお宅はねやってらっしゃるけれども、簡単にやりましょうって言ってできることなんですかね、あれは。いや、 やっぱりあの男の人でも結構大変だというふうにあの伺っているんで、あの自分でもどれくらいできるのかなっていうのはちょっとまだわからないんですけども、うん、まあ、あのこの任期が3年間なんですが、はい、その3年間の間にちょっとどれだけできるかっていうのを可能性を、うん、あの試してみたいなと思ってます。はい、じゃあやってみたいことはたくさんあるし。そうですね、あの他にも農業以外ですと、観光業にもちょっと興味がありまして、もともと国際関係をやっていた関係で、あの外国人の人たち、あの異文化のコミュニケーションとかそういうのも興味があるので、はい、あの今松代でインバウンドプロジェクトというのがあるんですけども、そちらにもちょっとこれから参加をさせていただいて、あの松代の活性化にあのできたらなと思ってます。そうですか。確かね、あの今年の4月からね、ゲストハウスをオープンしてくださったホテル屋さんっていうゲストハウスができているんですけれども、そこももうすでにね外国の方が泊まってくださった、今もちろん日本の方もですけれども、あのそのゲストハウスをやってくださっている方ももともとが松代の方じゃなくて、松代を気に入ってあのゲストハウスをやってくださったんでね、またあのそちらの方でも期待してますけれども、あれですね、あの今取り組んでる西条屋豊坂も、まあ、農業が主体かもしれないけれども、実はあのいろいろ見ていただくあの、ね、松代はもともと真田十万石の城下町だったり、それからもっと古くからいろいろなあの、古墳時代のものがあったりとか、いろんなところがあるんですね。で、まあ、そういうのを実はこういう本もできていて、はい、あのいろいろ勉強、またこういうのを見て勉強していただければいいかなと思うんですけれども、はい、あのそういうものとタイアップして例えば西条や豊坂でも、ね、あのゲストハウス的なものとか、うん、はい、農家民泊ですか、はい、そんなものとかも。そうですね、はい、いろんな人を、ね、あのなるべくこう田舎の方といいますか、ね、その中山間地域の方にも、人をこう 移動というか、まあ、呼び込むような形でできたらなと思っていまして、うん、
こでやっぱり、まあ、ゲストハウスだったり、こういう、まあ、自分たちで作った野菜でこうカフェをやったりだとか、そういうようなのもすごいいいなと、いいですね、はい、いい夢はたくさんあるんですけど、そうですね、本当楽しみです。ありがとうございます。頑張ります。はい、そうですね、こう松代の町平はね、いろいろ真田純万石のいろんな史跡があるんですけれども、こう今割と皆さん、里山を歩くだとか、はい、それからなんか収穫体験だとか、はい、そういうことをね、とっても喜んで来てくださる方もいるんですよね、はい、だからね、うん、だからそういう収穫体験っていうのなと合わせて泊まっていただいたり、それからその取った野菜や果物を使って何かお料理をしたりだとか、例えばあんずっていうのを一つね、あげたとすればあんずのジャムを作るだとかね、瓶詰めを作るだとか、そういうようなこともこう一緒にやっていただくような、そんなこともいいかなって今ちょっと思ったんですけど、はい、そうですね、あとあんずもここですごい取れるっていうのは知らなかったんですけども、他にも実は私長野来て初めておやきというものを食べて、はい、一度農家さんにおやきの作り方を教えてもらったんですけども、各家庭でおやきの味が違うと結構、ね、はい、言っていたので、他のところも学びたいなと思ってます、うんうん、ぜひ読んでください。おやき、そうですね、おやき作りの体験なんかもね、きっと皆さん興味があると思うんですね。だから取ったおなすでおやきを作るというようなこともね、はい、みんなで体験するような場所もあればいいかなと思いますよ、はい、いいですね、うん、それってやっぱりこの町の中でやるんではなくて、うん、収穫、畑で収穫してその近くでそういう体験ができるっていうようなことがね、うん、はい、できるといいですね、はい、それが一番理想ですね、うん、そうですね、はい、まあ多分ね、牧野さん一人では難しいかもしれないけれども、はい、まあ松代全体でもね、もうせっかくおいでになった地域おこし協力隊の方がいらっしゃるんだから、ぜひみんなでバックアップしたり、はい、協力してね、いろいろできていくといいなっていうふうに思いますね、はいはい、やっぱり松代に来て、若者会議というのにも参加させていただいてるんですけども、はい、すごい町のことを、町づくりについて考えている若者たちもすごくたくさんいるのに、感動しまして、そうですか、はい、私も一緒に活動させていただけたらなと、うん、はい、そうですね、思ってます。町の若者会議もぜひね、町の平らなことところだけじゃなくて、牧野さんが今あれしてる西条だとか豊坂だとか含めて、はい、どんな風に地域をしていったらいいかっていうことを考えてもらうように、はい、じゃあ牧野さん、そこではね、若者会議にはいろんな提案してください、はい、ね、はい、町とその上の方をつなぐような架け橋の存在になれたらいいなと、はい、思ってます、はい、ぜひね、そんな風に私たちも今日とても力強く思いますね。で、いろいろ歴史の町なんですけども、町の中はいろいろなところは見て歩きました。それがですね、まだ全然なんですけど、すごく有名なというか、そちらの真田宝物館だったりとか、象山地下壕だったりとか、はい、その辺は一緒に、街歩きしてくださる方がいたので、はい、していただいて、見させていただきました。そうですか。実は2週間の長野市の研修の中でも、一度松代に来る機会があって見させてもらったんですけども、やっぱりその時ガイドの方はいらっしゃらなかったの で、やっぱりガイドがいると全然見方が違いますね、はい、違うなと思いまして、はい、 ね、そういうふうに私も話せるようになりたいなと思ってます。確かに文化財を案内する文化財ボランティアがいますし、それからいろんな体験できるようにってコールドクラブがあったりとかしますのでね、まあ、いろいろなことをこれから知っていただいて、でそれと合わせてその地域も活性化するようにね、はい、進めていただければというふうに思います。西条にもいろいろ見ていただきたいお宝があるお寺があったり、それから豊坂もね、そういう明徳寺というね、お寺が、そうなんです、そうなんです。で、春はね、結構桜が、はい、とってもいい場所があって、で今年は、6月からですかね。そうなんです、桜の時期を逃してしまっているので、そうなんですね、じゃあね、はい、来年はね、4月はね、桜に、あんずに、はい、で花の時期がまずあってというふうになりますから、本当に松代のいいところをまず学んでいただいて、特にまたこんな本も見越していただいて、はい、そしてその後ね、またそれをといろいろなことをコラボして、で地域おこしになるように、ぜひこれから頑張っていただきたいというふうに思います、はい、何か
今後に向けてどうぞ最後一言、ね、はい、一応地域おこし協力隊というのは3年間というふうに任期が決まっているんですけども、その3年後こちらでやっぱり気に入っているので定住したいなという気持ちがすごくありまして、その3年後、自分で何かなりわいを見つけてこちらで定住しながら地域も良くしていけるような活動ができるといいなと思ってます。よろしくお願いいたします。大変力強いお言葉をいただきました。今日は長野市の地域おこし協力隊松代に担当でお越しいただきました牧野真由美さんをゲストにお迎えいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、はい、素晴らしい、はい、若い方がね、町のに出して協力隊で ね、いいね、これからの町で本当に、うん、楽しみですね。楽しみだ。いやー、今日お聞きしてね、うん、もう本当に楽しみだと、うん、私らも頑張らなきゃいけない、ね、私たちもね、うん、はい、そんなことということで、はいはい、お知らせをお願いします。ですね、25日、今週のあれですね、25日、土曜日、土曜日、はい、この真田丸を巡ってっていうことでね、講座を行いますね。はい、はい、今回はね、真田丸の関係で宮坂さんという方に講師をしていただいて、はい、筑波市の方、そうです、そうです、やっていただきますね。まあ一応5回のシリーズでやるんですけれども、今回第1回目ということで25日行いますんで、よろしくお願いしますね。はい、はい、それからですね、もう一つ、もう一つ、これがね、若者会議をやるんですけどね、お 今、 話し、うん、今の話したらね、はい、4月26日、はい、日曜日、これ、うん、水上山でやるんですよ。おお、今ね、うん、そちらの方も多分一緒に行くと思うんだけど、あ、じゃあね、はいはい、宮上山でね、向こう行ってね、どんちゃん騒ぎするかなと思います。いいとこですね、はい、そしていいですよ、うん、はい、若者がね、いろいろなことをやるっていうことで、はい、ちょっとお金もかかるですね、料金2500円、前売り券、はい、当日3000円ということで、はい、ぜひお願いして、はい、参加したい、ぜひ、ね、いただきたい、お願いします。はい、そういうことです、はい、ということで来週の予定なんですけども、はい、来週はね、はい、あ、宮坂さんだ、あ、私ですね、はい、どうぞ、なれうな、どなた、はい、ね、公民館、うん、町の公民館の館長さんね、うん、ね、今まで小山さんだったんですけども、変わった、そうですね、今年の4月からね、うん、館長さん竹内幸雄さんになられまして、はいはい、その、まあ、抱負とかですね、うん、公民館の活動についてお話をいただきたいと思います、はい、あ、そうですかね、はい、お願いします。じゃあ打ち合わせ終わりました。これからなんですよ。じゃあ楽しみに、はい、そうなんですよ、はい、はい、じゃあそういうことで、ね、ということで、はい、来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに、はい、お願いします。はい。